左上の写真は4月15日のアイスランドポピーが咲いている頃の黄色い写真です。5月17日はシャーレーポピー虫取りなでしこが咲いていますのでピンク色になっています。虫取りなでしこです。頸上部の葉の下に粘液を分泌する部分が帯状にあり、ここに虫が付着して捕らえます。片ばみです。夜に葉が閉じて半分になったように見えるので片ばみと言われるそうです。のみのつづりです。葉を小さなのみが着るつづり、布切れをつなぎ合わせて作った簡単な服に見立てたのが名前の由来です。今年のアイスランドポピーはそろそろ終わりです。なでしことは愛しい子、愛子という意味です。大和なでしことは平安時代に生まれた言葉で、優美で知的かつ真の強さを兼ね備えた女性を指すそうです。苦菜です。茎や葉に苦味のある乳液を含むことからついた名だそうです。エゴノキです。エゴノキの名前は果実を口に入れると喉や舌を刺激してえぐいことに由来するそうです。ガマ摘みです。一説にはガマ染めがなまったもので、赤い果実が染料として用いられたことに由来するとされます。諸説あります。アイスランドポピーが終わりを迎え、シャーレーポピーの季節が始まります。シャーレーポピー、ひなげしの仮名はイングランドのコーンウォール州のシャーレーという地名が由来だそうです。
この日は幼稚園の遠足が複数入っていました。野草コースは貴重な花が咲く場所です。小アジサイです。アジサイにはない甘い香りがします。二人静かです。一人静かの花水は一本ですが、二人静かの花水は二本あるいはそれ以上あります。都忘れです。承久の乱に敗れて佐渡に島流しされた順徳上皇が庭に咲いた可憐な花に目を留め、恋しい都も忘れられる花と表現したことからついた名前と言われています。イラクサです。子毛に蟻酸を含み、触ると痛いのでイラクサの名がついたそうです。ユリノキの花です。チューリップに似た花を咲かせるのでチューリップツリーとも呼ばれます。この花を見れたのは幸運でした。
デルフィニウムです。つぼみがギリシャ語のデルフィン、イルカに似ていることからついた名前だそうです。アリウムギガンチウムです。日本の白ネギ長ネギはアリウムフィスプロサムです。ニゲラです。ニゲラの種が黒いことから、ラテン語で黒いという意味のニゲルに由来します。ズイナです。枝の髄を刀身、アンドンの芯に若葉を食用にしたことからついた名前です。アグロステンマです。畑を意味するアグロと王冠という意味のステンマを合わせた花名だそうです。ヤグルマギクです。鯉のぼりの棒の先についているヤグルマに似ていることからヤグルマギクと名付けられたそうです。ユーフォルビアダイヤモンドスノーです。ユーフォルビアというギリシア人医師がユーフォルビアの薬効を発見したことから名付けられました。
去年は5月12日に銀鱗草が咲いていたのですが、今年はまだ咲いていませんでした。フランス菊です。マーガレットとは葉が違います。